MSTV ナビゲーターの丸山宏です。はい、 MSTV チャレンジ女子アナ2期生の小鳥ちゃんこと高梨レイラです。さあ、いよいよやってまいりました。やってきましたね、サンキューマルアドベンチャー。はい、うん、これ待ちに待っていたというか、待ちに待ってた、まあなんだろう、今までね結構大きいアドベンチャーが多かったじゃないですか、うん、はい、最初にまあ1290、うん、1090、はい、で出て昨年度、790が出て、おお、うん、ちょっと乗りやすくなったぞって丸山さんもおっしゃってましたよね、はいはい、でそこについに390が登場しました。どん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 小さくなっていくんだけど、うん、はい、我々としてはですね、 MSTB としては 250cc のアドベンチャーシリーズをですね、はい、大絶賛しながら乗っていくという、ね、大絶賛しましたね形なんですが、はい、あ、390アドベンチャー、うん、結構いいとこついてくるなと思うので、はい、こうやって見てみると、うん、結構迫力あるね。ありますね。でかいですね、うん、スペックの方を紹介していただいていいですか。はい、こちらエンジンは水冷4ストローク、うん、DOHC4 バルブ単気筒、総排気量は 373.2cc、 はい、はい、そして最高出力は44馬力の9000回転、うん、最大トルクは37Nm の7000回転、はい、シート高は855、おー、855、アドベンチャーらしい。結構アドベンチャーだぞこれ、はい、390といっても結構アドベンチャーらしい。そして、車両重量が燃料除くで、161キロとなっております。160キロ台ですね、はい、で、価格の方が、はい、うん、75万9000となっております。まあまあそこ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 ありますね。そうですね、 250cc のアドベンチャーシリーズも、うん、まあフル装備にしていくと、うん、だんだん値段がねやっぱり少しずつ上がってきますが、まあ 400cc のアドベンチャー、うん、400cc クラスになるアドベンチャーとして、これはねちょっとまたがってみたいな、またがりたいですね。どうぞどうぞ。はい、これね、はい、フロント周りのね迫力全然ありますよ。ありますね。なんかね、素直に足上げる気にならないんで、まあこっちから行こう。はい、ガードも大きいですね、結構大きい。そしてね、あ、どうですか、あ、まあ、車体は軽いからね、あ、確かにいいけど、うん、足、足ね、両足、待って、丸山さんでその足つま先やっとですよ、はい、ちょっと待って、足つくかな、うん、それで、でもこのね、ステップの位置とシートの位置が結構離れてるんで、うん、はい、これ意外とロング楽かも。おー、で、当然のようにほら、まっすぐ、あー、まっすぐこのまま楽なライポジね、ステアリングのね離れ方はまあそんなにね、体から近いところで手前で、なおかつ拳1個は外に離れてる、うん、バーハンドルでね上からこうやって押さえるようなやり方で、はい、意外とね私はね、うん、ロングをこうやってずっととことこ走って楽なんじゃないかなっていう、うん、ちょっとねタンクの幅にもボリュームありますよ、うんうん、そしてちゃんとフロントのこのスクリーンカバー類が意外と大きめで、うん、雨風にも耐えしのげるんじゃないかな、はい、うん、というそんなでポジション、はい、さあ小鳥ちゃんも乗ってみましょうか。乗りたい、足つかないかもだけど、はい、はい、どうぞどうぞ、振り上げます。はい、おっ、おっ、この状態だとまあね今こんな感じよ、軽くプラプラじゃないの、プラプラですよ、はい、で起こすと、うん、起こすとね、あ、軽い、アドベンチャーなのに軽い、あ、アドベンチャーなのに軽い、ね、軽いなんだけど、はい、うん、シートはねだいぶ角張ってるんで、うん、あ、つかないですねやっぱりこんな感じでも乗る、乗りたい、乗りたい、あ、乗りたい、ただ待って、私たち今日2人で取材来て戻ってくる時に乗るとしたらタンデムするしかないそうです、ね、いきなりタンデムなんだけど、うん、アドベンチャーなのに軽いってだいぶギャップありますね、このフェイスというかフロントのこのなんで、うん、しっかりアドベンチャーらしいコテコテ感がありながらも、はい、はい、まあイメージとしてはね、はい、結構ハードなあのオフロードもね堪能できるということで、うん、ちょっととりあえず乗りに行ってみますか。はい、はい、楽しそう。よし、それでは行ってみましょう。行ってみよう。いいと思います。よ、またがりだけでも結構、あ、メーカーギュッと一緒かな、ねえ、結構豪勢だね、フルカラー液晶ですね。よっ、激しいな、you
一体ね、これでね、でかいアドベンチャー乗るよりも安心できる。やっぱフロント19インチのね特性でね、やっぱダートに来ても安定感、まあ、そういったところではいいね、スポーツバイクとは違うんで。え、ちょっと乗りたい。ここで。おい、カメラ回った。まさかまさかの やらかさないよね。大丈夫。意外と足届かないよこれ。はい、お疲れさんです。お疲れ様です、はい、どうでしたか。いや、楽しかったですよ。ダートとロード、短い時間でしたけど楽しめて。そうね、本当にちょっと短い時間なんだけど、あのね、はい、これはね、ダートやっぱり楽しいね、うん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 、結構本格的だよね、はい、本格的、両方、あの旅とダート両方楽しめると思います、うん、そうですね、だいたい今まで250の国産の、うん、アドベンチャー系って言われるのは、はい、まあ、気軽に手軽にアドベンチャーできるっていう形だけど、これはね、あの車格というかね、しっかりとした大きさと、そしてシート高高いよね、だからちょっと初心者を寄せ付けがたいんだけど、逆に言うとフロント19インチでハードなブロックタイヤを履けば、車重が軽くて軽い、高い位置からのね、操りやすさで、意外とね、本格林道をガシガシ行くのに合ってるかもしれない。さすがね、ここはね KTM らしい、なんか本格的なオフロードを走るマシンにちゃんと仕上げてる。そう、それは本当に思いました。なんか私だとね、どうしてもちょっとこの 855mm のシート高がちょっと気がかりなんですけど、はい、まあ普通身長 170cm ぐらいある人だと、ガチのビッグアドベンチャーで林道を攻めるよりも、はい、すごくね、手軽に楽しめると思います。小回りも効きますし ね、うん、身長いくつですか。身長160センチです。身長160でよく林道行ったね。林道というか、まあ、ダート、うん、結構ね、最初っぱな演出したしね。だけど、戻ってくる時、スタンディングポジションで立ってやったら結構ね、安定感ありましたよ、うんうん。まあ、ただね、狭い林道で私も U ターンをするとかっていうのは、やべえ、これちょっと降りなきゃなとかって思ったり、ちょっと坂を利用して回したりとかで、いきなりね、激しいことはやらなかったけど、逆に言うとでもね、ある程度スピードの出るところはコントロール性がいいかもしれない、うんうんうん、あとはですね、まあ、ロードを走る分にも、あのアドベンチャー、あのツアーラーらしさというか、あのクイックシフターがついてるので、そうだ、400クラスでクイックシフターついてるって結構レアですよね。トラクションコントロールもついてる。おお、豪華。だから、ね、うん、逆に林道でザーってやろうと思ったんだけど、今トラコンの切り方がわからないんで、逆に言うとガッと開けてもスタタタタタタってこうやってね、走っていっちゃうんで、切れば思いっきり、まあ、楽しむことはできるんだと思いますよ。あの ABS も、はい、まあ、前後で確か分けられるような、うん、はずだったんですけどね、はい、あとね、やっぱりリアシートいいね。リアシートいいですね、この大きいグラバーと、あと後ろに乗ってても安心感があります、うんうんうん。390ということで、はい、250よりまあワンランク上なんですが、うん、しかし走りはですね、うん、結構2ランクぐらい上を見られるんじゃないかなと、はい、そしてこの車格と、うん、しっかりとした、グリップカバーとか、はい、フロント19インチ、うん、そして元気のいいエンジン、うんうん、そんなところも含めて、はい、うん、本格アドベンチャーバイクを、うん、まあ、400cc、うん、普通二輪免許で乗れると、はい、だ本当に、うん、あの790アドベンチャーの DNA をそのまま受け継いで小さくしたっていうのが、うん、はい、はい、ということで、うん、今回ちょっと短い時間だったんですよね、はい、これはね、借りたいな。これはね、実際旅をちょっとしたいよね。ちょっと林道を含めた、うん、ちょっと長旅に行きたい。私1290借りますんで。じゃあこれは待って、でも390は私決して乗りやすいわけじゃないけど、うん、ただ昨年ね790アドベンチャー
チャーの試乗会の時に私は乗れなかったので、うんうん、そうやっぱね待ってましたっていう感じはします。そう、ね、はい、はい、という感じで速報となりますが、はい、KTM さんから出た、はい、はい、390アドベンチャー、ぜひチェックしてみてください。以上